ネットアップデートを起動します。ネット経由で自動的に最新アップデートを確認してくれますのでアップデートします。ウイルスバリアを起動します。スキャンボタンを押します。スキャンがスタートします。ウイルスは検出されませんでした。 ウイルスが検出されなかった場合、テキストと音声で知らせてくれます。ウイルスが検出されました。ウイルスが検出された場合、中央のオーブが赤くなり、アラートと音声で知らせてくれます。慌てずに、隔離領域に入れるをクリック。隔離ボタンを押します。感染しているファイルを選択します。 右下の修復ボタンを押します。ウイルスは駆除されました。これでウイルスは無事に駆除されます。